こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう、動画ナンバー50をご紹介します。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。岩谷のトーチバーナーでガラスペンを作ります。画像のガラスペンを作ります。使用するガラスはきなりガラスの A11 無色透明です。100均で購入した食品用容器です。一部が切ってあります。実際に切っている場面は動画4:8にあります。布をかぶせて水を入れます。水でガス圧低下を防ぎます。炎の下側はすすが入ります。炎の上側で作業を進めます。缶詰に釘を打ち込んでハンダ付けしたものです。作り方は後ほど紹介します。食品用油を釘と缶詰に塗ります。この後、熱いガラスをこの中に入れますが、水の中に入れておけば、ハンダが溶けることはありません。数回勢いよく押すと、下の空気が出てきます。キノコみたいな形になるように溶かしていますが、必ずしもキノコ型で溶かす必要はありません。ある程度塊ができたら、キノコを下に向けて溶かします。缶詰を水につけた状態です。ガラスを押し付けます。1、2、3で押し切って、4で抜きます。この秒数が重要です。取り出した状態です。後ろから見ています。先端が平らになったピンセットです。切手用のピンセットです。ガラスを柔らかくしたら、ピンセットで挟んで平らにします。平らになりました。最初の形が右側です。100均のキッチン用品売り場で購入したコテです。中心に向かって押さえます。ピンセットで中心のガラスを取り除きます。少しつまんだら炎の中で切り離します。ガラスが中心へ集まっている状態です。ガラス棒を先端に接続したら、反対側のガラス棒を溶かして取ります。残ったガラスを取り除きます。形を整えます。作業中にガラスが溶けてきたら、形を整えてください。こちら側も同じようにコテを中心へ向けて押します。中心のガラスをつまんで取り除きます。形を整えます。今からガラスを柔らかくして伸ばすのですが、なるべくこの形を保ったまま伸ばすのが理想的です。ガラス棒を接続します。ここから約4分ほどかけて伸ばします。回転させながら温めてください。炎から出して少し伸ばします。炎から出して少し伸ばします。炎から出して少し伸ばします。炎の中にずっと入れているとガラスが溶けて形が崩れるので、炎の中へ入れたり出したりしながらガラスを柔らかくします。直接炎に当てるのは極力少なくして、炎から少し離れたところで温めます。必ず回転させながら温めてください。ガラスを左右に動かして、全体を温めています。ガラスを溶かすのではなく、形を保ったまま柔らかくします。回転させながら温めてください。回転させないと片側だけが柔らかくなり、形が崩れる原因にもなります。3分25秒あたりで炎から出しました。ここからは炎の中へは戻しません。炎の外で引き伸ばします。この後パーライトに入れるのですが、入れ物が小さくて入らないので、ペンチでカットします。入れ物が大きければカットする必要はありません。
カットする位置ですが、ガラス棒を接続した位置から3、4センチ離しておきます。先ほども言いましたが、大きな入れ物ならカットしないでそのまま埋めることができます。ペンチでカットしましたが、通常はタイルカッターを使用しています。パーライトに関しては12の24分、108の19分50秒で紹介しています。1時間後取り出したら水で洗います。ガラス棒を接続します。この時にペン先になる部分が溶けたり割れたりする影響を避けるために3、4センチの余裕を取りました。炎は弱火です。回転させながらしばらく炎の上で温めてください。急に炎に入れてしまうと割れてしまいます。ゆっくり炎へ近づけていきます。柔らかくなったら炎から出して引き伸ばします。曲がってしまいました。この伸ばし方は良くないです。別の動画で説明します。ちなみにこの時は右側のガラス棒は短いままで作業しています。伸ばしたらガラスが固まるまでまっすぐな状態を保ってください。ガラスが固まってから切り離します。元の映像に戻ります。ピンセットで先端を取ってパーライトに埋めますが、入れ物が大きければ先端を取らなくても良いです。40分後パーライトから取り出します。ピンセットで挟んで折ります。水で洗います。左側を A、右側を B とします。削り方ですが、1、平らにします。2、端を斜めにします。3、丸くします。カッターマットの上に800番の耐水ペーパーを置いて水をかけます。まず平らにします。一方通行で削ります。5回から10回程度削ったら一度確認してください。平らになりました。次は端を斜めにします。回転させながら一方通行で削ります。こちらも5回から10回程度に一度確認してください。斜めに削りました。次は丸くします。軽く握って回転させます。こちらも5回から10回程度回したら一度確認をします。一気に削るのではなく、確認を繰り返しながら進めます。おおよそ丸くなりました。今削ったのは A です。B も同じように削りました。試し書きしてみます。先端が丸くなっていれば、さほど抵抗なく書けると思います。抵抗が大きい場合は、もう一度削り作業に戻ります。カッターマットの上にデニム生地を置きました。クリームクレンザーです。研磨剤 54% と書いてあります。よく振ってから使います。水をかけて広げます。A のガラスペンです。100回回転させます。B のガラスペンも同じく100回回転させます。A の先端です。B の先端です。インクをつけてどれぐらい継続して書けるか実験してみます。10センチあたりに線を引きました。A のガラスペンで書いています。A と B を比較すると A の方が先端が細いです。今回は800番の耐水ペーパーとクリームクレンザーで仕上げました。仕上げの工程が少ないと思います。耐水ペーパーの種類を増やせば、ペン先がピカピカツルツルになって、もっと書き心地も良くなると思います。インクがなくなりました。次は B です。同じく実験してみます。
10センチあたりに線を引いています。A と B を比較すると、B の方が先端が太いです。A と B を比較すると、B の方がスムーズに書けました。B の方が先端が丸く仕上がったようです。先端の仕上げ方で書き心地は変化すると思います。左が A、右が B です。先端の拡大写真です。0.5 ミリのシャープペンシルの先端とガラスペンの先端を比べてみました。最初の方でも言いましたが、秒数が重要です。1、2、3で押し切って、4で抜きます。こちらは撮れなくなった時の映像です。1、2、3で押し切れずに、4、5、6、7と押しています。8で抜こうとしますが、もう抜けません。もし取れなくなったら、すぐに水をかけて割るのが良いです。水をかけるのが遅くなればなるほど、ガラスは取れづらくなります。取れないガラスは炎を当てながら取ります。水に入れた状態で炎を当てます。水をかけます。これを繰り返して取り除きます。取り除くときに無理な力を加えると、釘が曲がったりするので、無理な力を加えないように取り除いてください。こちらはガラスを押し付けた後にカメラに映そうとして水から出してしまった時の映像です。ガラスの熱でハンダが溶けて釘が曲がってしまいました。ライターで炙れば釘の位置はおおよそ元の位置に戻ります。アルミ缶はハンダ付けできません。耐水ペーパーもしくはワイヤーブラシなどで塗装を剥がします。今回は120番の耐水ペーパーで塗装を剥がしました。単三電池に紙を巻いてテープで留めたら抜き取ります。紙が重なっている部分をハサミで切って印をつけたら再び単三電池に巻き付けます。磁石で単三電池を安定させたら、マジックで印をつけます。単三電池を糊で安定させても良いです。電池は物によって直径が少し違うようなので注意してください。釘を直接打ち込むのではなく、千枚同士で位置を決めてから少し穴を開けてから釘を打ち込みます。8等分の図を書く方法もあります。8等分の書き方は検索してください。直径は14ミリから15ミリ程度がおすすめです。こちらも同じく千枚同士で位置を決めてから少し穴を開けてから釘を打ち込みます。鉄の釘、ステンレスの釘、どちらでも良いと思います。ダイソーで購入したハンダです。ホームセンターで購入したフラックスです。ハンダをハサミで切って乗せました。フラックスをつけます。軍手をはめてライターで炙ります。8本すべてを少しだけ斜めにします。ガラスを抜きやすくするために斜めにするのですが、曲げ方によっては逆にガラスが抜けなくなるので気をつけてください。ラジオペンチなどで幅や位置を調整します。必ず油をつけて水の中に入れて使用してください。数回押すと下の空気が出てきます。
釘を刺す円の直径は14ミリから15ミリ程度がおすすめです。大きすぎても小さすぎてもやりにくいと思います。管の大きさはどちらでも構いません。こちらは失敗して隣に作り直したものです。最初の穴はハンダで塞いであります。釘の位置は中心である必要はないので、失敗した時の作り直しを考えて、最初から中心をずらして作るのも良いかと思います。ちなみに一つの管で2、3箇所作ることができると思います。こちらは直径20ミリで作りました。釘は先ほど紹介したものより大きいです。ガラスの量が増えるので、大きなバーナーで作るのに適していると思います。これで動画ナンバー50を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。